第3代、サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサー。ジャージー美術館所蔵。第3代、サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーは、イギリスの貴族、政治家。1688年から1702年まで、スペンサー教の儀礼称号を使用した。チャールズ・トリムネル。オックスフォード大学ニューカレッジ所蔵。第2代、 サンダーランド伯爵ロバート・スペンサーとアン・ディグビーの次男として1675年4月23日に生まれた。父と兄は1687年にカトリックに改宗したが、スペンサーはまだ12歳だったこともあり改宗しなかった。翌1688年12月に父がオランダに逃亡すると、スペンサーも父に従ってオランダに向かい、 ユトレヒトで家庭教師、チャールズ・トリムネルからオランダの法律と宗教について学んだ。以降1690年までオランダを旅し、1691年10月にオールソープに戻った。1693年より、詩人図書館を作るための書籍をはじめ、同年9月よりイングランド各地を旅したが、結婚に関する交渉を行うために1694年8月に、 中断を余儀なくされ、1695年1月に裕福な相続人、アラベラ・キャベンディッシュと結婚した。1695年に、コサーチャールズ・スカーバラが収集した数学書籍のコレクションを買い上げ、1699年には、比類のない蔵書を所有するに至った。初代マールバラ公爵ジョン・チャーチル、1702年頃。結婚直後の1695年3月より、 ロンドンに滞在して、庶民委員の議事に注目、同年の総選挙で、デボンシャーのティバートン選挙区とイーストライディング・オブ、ヨークシャーのヘイドン選挙区から立候補して、庶民委員に選出され、前者の代表として、議員を務めた、1702年まで務めた。19世紀の歴史家、トーマス・マコーリーによると、庶民委員就任直後のスペンサーは熱心な、 オイック党員であり、ジョナサンス・スウィーフトによると、庶民院員議員機のスペンサーは、共和主義を支持して、友人の間で、今日の称号をつけず、チャールズ・スペンサーと、声明だけで呼ばれたいと述べ、イングランドで貴族がいない日が来ることを望んだという。そのためか、第3代順団社クサー・ジョン・フェンウィックの、試験剥奪法案をめぐり、1696年11月21日に、 生殖貴族を採決から外す議案を提出した。1698年11月30日、王立教会フェローに選出された。同年6月には一人目の妻アラベラが死去しており、直後より、初代マールバラ伯爵、ジョン・チャーチルとサラ・ジェニングス夫妻の次女ンとの結婚話が、初代ゴドルフィン男爵シドニー・ゴドルフィンとジェール、ボス公演により提案された。 マールバラ伯爵は乗り気ではなかったが、スペンサーは、息子の教育をマールバラに任せると承諾したことで、マールバラ伯爵の説得に成功。1699年秋にアントの結婚が合意され1700年1月に正式に結婚した。この結婚は、マールバラ伯爵夫婦が、徐々に保育等に転じるきっかけになったが、結婚直後は、スペンサーとマールバラ伯爵が、 性的のままだった。1702年9月28日に、父が死去すると、サンダーランド伯爵位を継承、同年10月27日に、貴族院に初登院したが、その直後に、王廃、ジョージ・オブ・デンマークへの年金に反対を表明して一時は、ラとアン・ジョ王の怒りを買った。マールバラ公爵夫妻は、アン・ジョ王と深い信頼関係で結ばれていたため、その娘と再婚した。 サンダーランドも重要なポストを任された。1705年4月16日に、ケンブリッジ大学より LLD の学位を授与された後、同年6月17日に新生ローマ皇帝栄養税不一世の即位に伴うウィーンへの特使に任命された。しかし、サンダーランドはすぐにウィーンでの生活に飽き、10月にウィリアム・クーパーが国事少書に任命されるなど、 ホイック党優勢の状況にあったため、サンダーランドはそれにあやかるべく1706年1月1日に帰国した。ジョゼフ・アディソン同1706年にイングランドとスコットランド合同の交渉委員の一人に選ばれ、合同条約を締結、同年に南部担当国務大臣に任命され、スペイン継承戦争でマールバラ公爵を支え、ホイック党の中心人物になり、 ジャン島の一員となった。この時、後に南部担当国務大臣に任命されるジョゼフ・アディソンを政務次官に任命している。サンダーランドは1704年に王室監査官への任命を拒否されており、1706年の大臣任命の裏にはサラト・ゴドルフィンの影響力があったという。大臣としては軽率で短期と評され、1708年イギリス総選挙では、 スコットランドにおける選挙への軽率な介入が、マールバラ公爵とゴドルフィン伯爵の品縮を買い、皿から忠告されるほどだった。初代サマーズ男爵ジョン・サマーズの言葉のみは素直に聞き入れたが、サマーズ男爵もサンダーランドが、経験不足と推しの強さにより全てを混乱状態に陥らせることに常に戦々恐々だったという。急進的で、共和主義者だったことから、 オイック等来の案から反感を抱かれ、1710年に和平を唱える野党のトーリー党のロバート・ハーレー、ヘンリー・シンジョンらが、案の信任を得るようになると6月に更迭された。アンからは、代償として、年金提供を持ちかけられたが、国家のために奉仕する栄養を与えられずとも、国庫を食い物にしたりはしないと言って拒絶した。4月に、サラが案と、絶交、8月に大事。 大倉卿のゴドルフィン白爵が更迭されたため、サンダーランドの更迭は、トーリー党政権誕生の布石であった。10月の総選挙で勝利したトーリー党が与党となり、ホイック党が野党に転落してからは、トーリー党の批判に立っていた。また、サンダーランドの妻案は、進出助官を務めていたが、サンダーランドが更迭された時は、留任、1712年1月に、 マールバラ公爵が解任された時に辞任した。トーリー党は政権を握ると即座に、前任のホイック党政権を攻撃。1711年1月11日には、ホイック党政権による戦争遂行への避難動議が貴族院で可決され、中でもサンダーランドが集中攻撃を受けた。ギルバート・バーネットによると、第2代ノッティンガム伯爵ダニエル・フィンチなど、 トーリー党急進派は、サンダーランドの弾劾を検討したほどだったが、南部担当国務大臣の初代ダートマス伯爵、ウィリアム・レックが、ノッティンガムらに関連文書の提供を拒否したため、失敗した。ノッティンガムは、サンダーランドの追い落としに失敗したため、代わりに、彼を利用することを模索、その結果二人は手を組んで政権を攻撃した。例えば、 1711年12月7日にノッティンガムが公安への反対同義を提出したとき、サンダーランドは激しい演説でそれを指示、さらに返礼として便宜的国境と禁止法案を提出したが、この法案が保育党の名優である非国境とを攻撃するものだったためサンダーランドへの不満が噴出した。サンダーランドはさらに爆破税法に不満を感じる。 スコットランド貴族とも手を組み、スコットランド貴族が満足に感じる結果にならない場合、1707年合同法の廃止に賛成すると表明した。初代スタンホープ伯爵、ジェームズ・スタンホープ、ゴドフリーネル・ア作、1700年代。1714年に、アンが亡くなり、またいとこのハノーファー戦抵抗、ゲオルクル・ートビヒが、イギリス王ジョージ一世に即位して、 ハーレーシンジョンラトーリー党が没落して、ホイック党が復帰すると、アイルランド総督に任命されたが、健康理由に、アイルランドに向かわなかった。1714年10月1日に、水密顧問官に任命され、1715年8月28日に、アイルランド総督から王子証書に転じた。しかし、いずれの官職にも実権はなく、サンダーランドは官職を利用して、 内閣を分裂させることしかできなかった。彼は、トーリー党やホイック党を不満派を味方につけたが、同時に、第二代、タウンゼンド子者クチャールズ・タウンゼンドと共に、王太子、ジョージやその側近である、第二代アーガイル公爵ジョン・キャンベルも攻撃した。1716年秋に休養を理由に、アーヘンに向かったが、実際の目的は、ハノーファーに帰国していた、ジョージ一世に越見するためだった。 そして、サンダーランドは、タウンゼンドとロバート・ウォルポールがフランスとの条約締結を遅延させようとし、さらに王太子ジョージとアーガイル公爵と手を組んで陰謀を巡らしているとジョージ一世に述べ、また自身がジェームズ・スタンホープを味方につけたとも述べた。サンダーランドからの手紙でこの出来事を知った、タウンゼンドは、スタンホープの裏切りを責め、ジョージ一世にも手紙を書いて、 サンダーランドの告発を否認した。サンダーランドも後に自身の告発に証拠がないことを認めたものの、タウンゼンドがジョージ一世の不在時における大大使の権限を増やすべきと進言したことでジョージ一世から警戒され、結局タウンゼンドは解任。サンダーランドはその後任として1717 17年4月15日に北部担当国務大臣に任命され、アディソンも 政務次官を再任した。1718年3月16日に、水密院議長に就任。その4日後に第1、大倉京に就任すると、北部担当国務大臣の座をスタンホープに譲り。また、1719年に、王立音楽アカデミー社に出資した。また、1719年11月21日に、ガーター勲章を授与された。 1> 第1大倉教の在任中には、スタンホープの外交政策を支持、自身は内政に専念した。宗教問題をめぐり、スタンホープが審査法の廃止を提案したが、サンダーランドはこれを現実的ではないとして、スタンホープを説得、代わりに、教会分裂阻止法と便宜的国境と禁止法を廃止した。それ以外にもスタンホープと共に、貴族法案を推進した。 法案は政敵である王太子ジョージに向けたものであり、タウンゼンドなど、ユトレヒト条約の強引な可決を経験していた、保育党貴族の大半が支持したが、ウォルポールに激しく反対され、結局法案は、貴族院で可決されたものの庶民院では、第二六回の時に撤回された。1719年11月にも貴族院で再度、提出、可決されたが、庶民院では、 賛成177、反対269で否決された。そして、ウォールポールとタウンゼンドの野党活動により、政権が揺らぐと、1720年に二人を陸軍支払い長官、数密院議長としてそれぞれ復帰させた。しかし、同年に生じた南海放末事件で議会から責任を追及され、翌1721年にスタンホープが休止して第1。 大倉卿を辞任、ウォルポールがその後任となった。辞任後も政界に影響力があったが1722年に休止、ウォルポールはジョージ一世の新任の元長期政権を確立していった。死後に遺体の検視が行われ、毒殺説が排除された。長男のロバートがサンダーランド白衣を継いだが、1729年に亡くなると次男のチャールズが継承した。 チャールズは1733年に母方の実家であるチャーチル家から回るバラ行為も継承以後スペンサー家は公爵家として続いていった。また、バッシ・ジョンの息子で孫のジョンは1765年にスペンサー伯爵を創設した。公爵家の子孫にはイギリス首相を務めたウィンストン・チャーチル。伯爵家の子孫には元イギリス皇太子妃のダイアナ・スペンサーがいる。 ジョン・イーブリンは1688年にオール・ソープを訪れたとき、サンダーランドを将来有望な青年と評した。一度目の結婚について交渉が行われたとき、後に一人目の妻となるアラベラ・キャベンディッシュの母、フランシス・キャベンディッシュはスペンサーを真面目でユーモアに富むと評した。庶民委員議員への就任直後は新人議員としてあまり期待されておらず、 ハンフリープリドーは、ただの若者であり、彼が話す、非難の言葉は、他人の判断に基づくものであると評した。英国会員氏は、サンダーランドの家計と能力を考えれば、庶民院でそれなりの影響力を有するはずが、実際はそれより弱かったという趣旨の評価を下したが、その理由を、サンダーランドの請求で優雅さのかける言動に返した。英国人明治点では軽率かつ短期で、 自派にとっても悩みの種だったとされ、サンダーランド伯爵と同時代の人物である初代ラビー団爵、トマス・ウェントワースもサンダーランドを父の存命中である庶民院議員期から死後の貴族院議員期まで常に乱暴な保育党員だったと形容した。ギルバート・バーネットによると、サンダーランドはアン・ジョ王に対しても無礼だったが、サラ・ジェニングスによればアン・ジョ王はサンダーランドを許し、 彼を解任する直前に薬を勧めたという。二人目の妻案。ゴドフリーネルア作、1710年頃、1695年1月12日、第二代入荷する公爵ヘンリー・キャベンディッシュの娘、アラベラと結婚、一条儲けた。1700年、初代マールバラ伯爵ジョン・チャーチルとサラ・ジェニングス夫妻の娘案と再婚、四男二条儲けた。 1717 17年12月5日、ジュディス・ティッチ・ボーンと再婚、二人の子をも受けたが、すべて溶接した。第三代、サンダーランド伯爵の死後、ジュディスは1724年に外交官、ロバート・サットンと再婚した。ありがとうございます。